カムリソラーラは、トヨタ自動車がかつて北米で販売していた、2ドアのクーペとコンバーチブルである。かつてはカムリに、クーペ仕様が存在したが、1998年に、カムリを基盤とする独立した車種として登場した。2ドアクーペの他に、コンバーチブルも設定され、製造は、北米 TMMK とカナダの TMMC で行われた。2009年に販売を終了。 初代ソラーラ1998年に1999イヤーモデルとして発売された。エンジンは、セダン同様直列4気筒 2200cc の 5SFE と、V 型6気筒 3000cc の 1MZFE が設定され、5速 MT または4速 AT が組み合わされた。駆動方式は FF のみ。2001年マイナーチェンジ。 自家4エンジンを 2400cc の 2AG-FE に変更。2004年登場。ヘッドランプがさらにつり目になり、V6 エンジンが 3300cc の 3MZ-FE に変更された。また、新たに、マニュアルモード付き5速 AT が設定された。シートは6種類用意されている。2007年モデルからは、フォグランプ形状や、リアエンブレムなどが変更。 リアコンビネーションランプの LED 化などが行われた。ボディ形状は異なるが、間接的な後継車種はトヨタベンザとなる。ありがとうございます。